本日は尾瀬に1泊2日の予定でトレッキングに来ました。あいにくの雨で視界も悪く、冬のような寒さです。今日はちょうど山開きで、このミーケロッジからトレッキング開始の沼山峠までシャトルバスに乗っていきます。バスに乗って沼山峠までは約20分、楽ちんですね。走り始めて10分ほど、眼下にブナの海が広がりました。通称ブナ平と呼ばれる一帯だそうで、広大なブナの森はとても美しく神秘的な感じがしました。絶対見逃さないでくださいね。実は中の人、バス乗り場のミーケロッジで福島放送の人にインタビューを受けていました。山開きだけど雨でお客さんが少ないからインタビューお願いしますって。後でスマホで福島放送を見たらちゃんと映ってました。沼山峠に到着です。可愛らしいバスですね。トレッキング開始です。ここから大江湿原までは約50分、軽い登りが続き、その後は大江湿原までずっと下りです。場所によっては所々雪が残っていますね。5月も半ばを過ぎてるから大丈夫だろうとチェーンスパイクは置いてきてしまいました。今度この季節に来る時の持ち物リストにチェーンスパイクを入れておきましょう。木道には雪がない、なんとかなるでしょうきっと。この辺が峠の頂上ですね。ここからはひたすら下り、木道には滑り止めがついていますが、それでも滑りやすいので注意が必要です。歩幅を狭くして慎重に歩いていました。下り始めて40分、そろそろですかね。長い下りが終わり、急に視界が開けました。ここが大江湿原ですね。水芭蕉がポツポツと咲いています。可憐な花ですね。高山植物が多く見られるのも尾瀬の特徴の一つです。こちらは峰桜でしょうか。綺麗ですね。7月になると大江湿原は一面日光キスゲが咲くそうです。また来たいですね。楽しみ。尾瀬沼ロッジの手前あたりですが、水芭蕉の群生が見られます。あの歌が聞こえてきそうな風景ですね。尾瀬沼ビジターセンター到着です。ここで小休憩します。お、ウグイスですね。こちらは彫像小屋、歴史のありそうな建物ですね。ここは尾瀬沼と大江湿原を一望できる展望台です。ここから約1時間ほどの沼尻を目指します。ご覧のように
尾瀬の山開きの頃は木道周辺に雪が残り、春、まだ浅き、湿原といった感じです。それでもあちらこちらに真っ白な水芭蕉が花開き、心躍る風景が見られます。純白のその姿は尾瀬のシーズンの幕開けにふさわしい姿です。こちらは幽金花、輝くような黄色が目に鮮やかですね。水芭蕉の見頃は6月の初めから中頃にかけて、この頃には雪はほとんどなくなり、多くのハイカーが訪れ、水芭蕉が咲く白き湿原を楽しみます。6月に入ると晴れた日の日中は暖かく、雪山に入るような装備は不要ですが、朝夕は寒いので防寒着は必要です。足元はご自分の足に合ったトレッキングシューズが良いでしょう。もし雪が残っていてその上を歩くことがあったら十分注意してください。雪の下は空洞になっているかもしれません。踏み出した途端ズボッと沈んでしまう、踏み抜きにご用心。沼尻到着です。まだトイレは使用できませんでした。尾瀬沼で用を済ませておいてよかったです。このまま今日泊まる予定の見晴らしを目指します。沼尻から見晴らしまでは白砂峠を歩き約2時間。雨が止む気配はありません。おお、足が滑った、痛い。濡れた落ち葉で滑ってしまいました。危ないですね。皆さんも雨の日のトレッキングは足元十分にお気をつけください。今日の目的地、見晴らしが見えてきました。こちらが今晩泊まる尾瀬小屋です。チェックインを済ませたら早速昼食を食べに行きましょう。尾瀬小屋での食事は水芭蕉の次に楽しみにしていました。テーブルの上にはおこじょのぼっかさん、かわいいね。まずはビール、トリュフ香るステーキ丼、こちらもうまー。そして絶品フレンチトースト、これを食べるために来たんですよ。アイスを乗せて食べると最高に美味しい。疲れた体に甘いものが幸せ。食事の後はロビーを見て回りました。部屋からの眺めです。腹ごなしに
尾瀬ヶ原の散歩です。この風景、晴れた日に見たかったな。小屋に戻って今晩の夕食を待ちますか。夕食はほろほろ骨付きチキンコンフィです。すごい豪華。付け合わせはミートテリーヌにポテトサラダと野菜、スープはクラムチャウダー、ライスに日替わりケーキまでついていました。山の中でこのお食事、めっちゃ贅沢ですね。尾瀬小屋さん、ありがとうございます。後編に続きます。ありがとうございました。